長岡で FWC が2度目の防衛成功しました。これからもっともっと防衛数を重ねたいので両国で防衛戦やってもいいですかね。誰か挑戦者いませんか。はい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 、はずき、お前らのその見せかけクレイジータッグもチャンピオンでいられるのもあと少しだから、私がこのブラックピーチがとっておきのパートナー連れてきて、そのゴッテスしっかり奪ってやるから楽しみにしとけよ。おい、腐った桃、お前はクマポーズできるのか。どんなパートナー連れてくるかは分かりませんが、しっかり FWC 私たちが防衛するので期待しててください。無事に2度目の防衛成功。うなぎ白川あんまり手こずらないかなと思ったんですけれども、やっぱり2人ともいろんなベルトに挑戦してきて、やっぱり、今まで負けてばっかで、まあ、勢いはあってもそれが形になることはなかなかなかったから、やっぱり結構追い込まれたね。いや、まあ、予想内でもあり予想外でもあり、いや、でも一番予想外だったのは、腐った桃。いや、両国で防衛戦したい、したらまさかの名乗り出てきてくれます。パートナーが誰かわかんないけど、わかんないけど、まあ誰でも受けて立つし、まあ、なんなら赤いベルトに挑戦したいとかどうのこうの言ってた、渡辺桃がゴッテス、なんか私たちに言いたいことがあるんじゃない、ね。まあ、言いたいことはリング上でバッチバチにやり合っていってもらって、ハイキックの借りも返すよ。そうだね、ありがとう。まあ、しっかり渡辺桃にもそのパートナーにも私たちのクレイジーさをとことん教えてやりたいと思います。いやー、嬉しい嬉しい、やっと私はもう博多スターレーンぶりの強化、そっか、まあね、なんだろう、福岡で、まあちょこちょこ年一とかではあったけど、ビッグマッチっていうね、開催がやっぱりなかった、いやもう絶対このゴッテス持っていきますよ、持ってってしっかり防衛して、防衛をしたい、絶対する、楽しみ、ね、スターダムには福岡出身がちょこちょこ増えてきたよね。そうだね、誰だ、
マイカ、ハズキ、コグマ、マイカしてね、うん、なんかつながりでは桜井舞とかもね、そうだ、うん、FTC があるかもしれない、ね、かもしれない、ね、いや、いろいろと楽しみです、うんうん、まあ、福岡も盛り上げるのは私たち FWC。最強のプロレスラーを育成し頂点を目指せ、自分だけのドリームマッチを体感せよ、新日本プロレスストロングスピリッツ。武士も月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん、スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り、今すぐ登録。